さあ始まりましたエンプラーナイトねえ俺このコーナー大好きなんだよ。いやなんかあれらしいですね、うん、ついに毎日投稿に切り替えるそう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 毎日ですよ。でそうなんですよ、まあちょっとね1周年ですよ。ああ、小城さんがこの番組に来て、そう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 、僕がなんか強制連行されてるから、強制連行じゃないよね、最初あれだったんだよね、あの動画1本だけあみたいでしたね。そう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 でしたね。その前はもう不定期更新で、うんうんうん、で1本やったら急に寝てたら電話かかってきて、はい、次どうするそれが龍 の, 去年の誕生日の動画だった。はい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 、おあ、じゃあもうあれから1年経つんですね。あれから1年だよ。長いっすね。で、そうそう、それからなんか急にあれ更新頻度うん、うん、上げたいからって言って、はいはい、なんか隔週で呼ばれるようになって、そうですね。で、あれだよね、もう配信も月1とか2が週2、うん、週2にやりましたね。急に、それをよくやってきたよね。やってきましたね。もう頑張ったよね。そしたら気がついたらもう今から毎日投稿やる。気がついたら1年、来年どうなってんだって感じだよね。ですよね。もう毎日投稿やるってなってもう。で、なんか今ラジオのこの雰囲気が結構いいみたいで、あ、なんか俺も好き。なんか結構スタッフさんとかも、ほよばいいんだよみたいな話を言ってくれたので、これからなんか当分は。まあ、こういう系でやっていくっていう話になってほしいですね。スタンスで。ありがとうございます。はい。まあでもね、時系列的に経つと、やっぱりそういう1年経つ中でも、うん、やっぱそのいろんな思い出とかってあるじゃないですか。振り返り。そうね。動画の振り返りってのおかしいですけど、うん、星野さんはやっぱ今までやった動画の中で一番思い出深い。いや、だから俺、ゲットワイルドだよ。あの一発目ですか？一番最初。あれが一番時間かかったしね。いや、あれはもうかかりすぎですもん、だって。あんなかかると思わないですもん、だって。どんだけ移動したのと、ね、夜になってたからね、もう地獄でしたけどあれは本当に地獄だった。いや、まあ、だからまあちょっと思い入れがあるというか、あ、逆にリュウちゃんは、僕はもう、なんていうんですかね、もう一番は星野さんが池に落ちたやつ、ね、あれね、あれだって俺会社休み取らされてさ、はい、当日朝さ、何のさ、まあ、その日さ、スケジュールも上がってなかったじゃん、何するとか、はいはい、朝一で車 うちのマンションの横付けされたから、ね、行くぞって感じで、その時なんてもう池に落ちるなんて思ってなかったじゃん。いや本当ですよ、だから着替えもないし、いやもうびっくりですよ、あれはもう本当に、うん、今までやってきた中でもう一番面白かったっす。面白かった、リュウの嫌いな上にも連れてかれたじゃん、上、あれは地獄だったっすけど、ね、いやでもあれも面白かったっすよ、うん、動画でも見てない人たちも見てもらったんですけど、うん、どっちが早くゴールできるかって、アスレチックをガンダで、あれもおもろかったんですよね、うん、消えたんですよ、小城さんが消えたね、もう消えた瞬間にもう一番最初だったもんな、そうですそうです、うん、でも消えた瞬間もう笑い転げちゃって、うん、でこの間僕もこの間また動画見たんですよ、うん、あれもう何回見てるんですけど、擦るね、はい、でも何度見ても面白くて、うん、いやあれはもう今までやってきた動画の中でもうダントツで面白かったですね、うん、で裏で話すと、うん、池で落ちて服なくなったじゃないですか、うん、で近くのなんかよくわかんないディスカウントショップみたいな、服がすごい安い、服屋で2、300円で売ってるんですね、そうそうそう、で買いに行ったじゃないですか、うん、あそこ全カットですからね、そうだからそこもリュウがコーディネートしてくれるっていう、そう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 、リュウのファッションコーディネートでそういう安いね、お店でもよくコーディネートできるんじゃないかっていうのでコーディネートしてくれたんだけど、まあ、モデルが悪かったのかな、いや、なんだあれは、なんか軽くペプシマンみたいになってたリュウがなんかもう悪意だよね、ペプシってさ、タオル地でも書いてある、そうそうそう、なんかすごいダサ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 かったと、でしかも短パンと半袖短パンでね、全カットだったから、えっと思って、びっくりしました、え、全カットと思って、あともう一本撮りましたよね、あそこでどっかで、あれ撮ってなかったでしたっけ、あ、自動販売機、自動販売機、そう何の、すごいレトロなね、はいはいはい、なんかこうラーメンとか出てきたりとか、そうそうそう、結構有名だよね、有名なとこですね、そこ行ってね、どれだかあるかと思ったらね、
もうアスレチックで疲れすぎちゃってね、そうそう、へえこんなのもあるんだしか言わなくてね何の取れ高もなく終わったっていうね。 何食べましたっけあそこで。あそこで食べたのはね、いや食べちゃいないんじゃないかな、飲んだのか、そう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 、何にもなくて終わったっすもんね、うんうん、何もなくて終わった、もうアスレチック2本で盛り上がっちゃって、うん、何もなく終わって、そうそう、体力もなかったし、そうっすよね、うん、であれでももう一回行きたいっすね、うん、いや行きたくない、なんでいいじゃないですか、だからそれからなんか味しめてさ水辺のロケを探すようになったじゃん、なりましたねあれもうやめてくれよ、なんでですか、面白いじゃないですか、もう面白いかもしんないけど次行くんだったら落とすよってちゃんと言って前日に、いや落とします、うん、分かった、もう落ちます行こう次の水辺にあじゃあ逆に一番思い出深いやつ、うん、これ一番これはもうびっないなみたいな、もう二度とやりたくないみたいな企画ってなんかありました、うん、二度とやりたくないのはあの何キングオブマヨネーズあったなあんなじゃねちょっと俺振り返ろう、うん、え、まあ、キングオブマヨネーズってあのマヨネーズが一番美味しいかどうかのやつですよね、マヨネーズのこと信頼しすぎてたんだけどね、いやと何があったかな一番ないな、まあ、あとそうだよね、基本そのなんかバラエティネタって、はい、こう竜のゲームの発案でやること多いじゃん、多いですねえどれだろう、俺個人的にはもうあれです、ショートムービーです、もう地獄でしょあれあれ嫌だったんだ、嫌ですよあれ、もうもうあれもね、だって意味わかんないですもんあれ、なんかねもう話変わってきたからねいやあとね個人的にないなと思ったのはあれ今日のワンコあったわ、あれなんか絶対バズるから頼むからリュウやってくれって言われてやったら全然バズんない、もう終わったからふざけんなよと、いや違う違う、あのバズってはいたと思うよ、やっぱそのリュウのファンの子とかやっぱちょっとあのちょっと燃えてた、なんだけどまあね、あの土下座してやりたくねえぐらい言ってたからね、いや本当マジやらないでくれってまあなんかプライドがあったのかな、まあねありましたけど、でも結構やっぱいろんなことやってますね、うん、いろんなことほんとやりましたね、この1年間すげえやったなと思って、やっぱりマヨネーズは全然伸びてないマヨネーズ伸びてないの、伸びてないです、マヨネーズマジで今日のワンコより伸びてないですあでも待って、これ初登場の小城さんじゃない、ゲットワイルドじゃん、ゲットワイルド、え待って、うん、ゲットワイルド消えてんだけど、ゲットワイルド消えてる、スタッフ、えゲットワイルド消す理由教えてもらっていいそれ今回のあれで浮上する可能性ある、あれでも今度シティハンターまた映画やるみたいだから、それねこの間ね僕どう、うん、あの話したんですよ、うん、あのラジオで、うん、あんまり別にすぐ流しましたなんかここの視聴者層は見てないのかね、じゃまずシティハンターってその自体をそもそも僕ら見てないんで、うん、だ意外と分かんないですよ、ダメだな、そういうのをねちゃんと広い目線でね、いやいやいや情報リサーチしないと、あじゃあ逆に次やりたい企画なんかありますか、俺ねあの個人的に好きだったのがね、ちょっとそのダウンタウンのパロディ風になっちゃうんだけど、俺がキレてるっつってリュウと釈迦さんが仲良くしててスタジオに立てこもってキレてるっつって、あやったわそれ一回、あれは俺ちょっとまたやるんすかあれ、完成度高かったんじゃねえかなと思って、はい高くなかったじゃないですか、動画としての、いや高かったって、いや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 、うん、マジで本当にあれは、うんうん、何やりたいの星郎さんと思ったの、マジで、あれで俺はだからその逆に龍がキレてるバージョンとかもやりたかったんだけど、うん、もうそこでも再生数が伸びず、いやまあまあね、あの僕らはねあの再生数を狙ってないんでねやりたいことをやるっていう、そうそうだからそうあれは面白かったなと思うんだけどね、クオリティ的にも高いし、であの今度僕やりたいって言ってた、うん、あれやりましょうよ、しつけマナー教室あーやるよって言ってたじゃないですか、はいはいはい、それも多分やりたいっていうのと、うん、まああとまあコラムの振り返りもやりたいって言ってたんでちょっと振り返れてよかったなって思いますけど、あそうですね、まあこれちょっとまた次回ね、またなんか動画見ながらやりたいよね、そう、こう撮影の裏話とかもね、うんうん、こういうところでそういうのを話したいよね、いや本当ですよね、うん、天の声が聞こえたあれ星野さんこっちがいいって言ったんですか、うんうん、いやよくない、はい、いやなんか見ながらやっぱやりたいじゃん、
あやりたいんですか、うん、やっぱり、まあ、振り返りだったら、あ振り返りをね、うん、ただ天の声でこっちの方がやりたい、うん、こっちの方がいいって言ってたらしいですけど、いやなんか情緒不安定なんじゃん、誰ですか、うん、あの天の声が、あ、うん、天の声さんが情緒不安定、そうそうそう、うん、さっきも人間不信って言ってましたねえ、天も人間なんだなって思う、今日分かったからね、ちょっと優しくしてやる、まあね、まあ、こうやってね、こうやっていろんなことできてるのも本当に見ていただいてる皆さんのおかげですからね、改めてね、はい、本当にありがとうございますということで、ありがとうございます、はい、本当に感謝しておりますけれども、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。